最近さ、うん、ずっと見てたアニメがあるの。え、そうそう、何何何、五等分の花嫁って知ってる？五等分の花嫁？え、知らん知らん知らん。え、どうするんですか？五等分の花嫁っていうのは、まあ、一人の主人公、男の子がいて、うん、で、他にヒロインが5人いるわけ。へぇー、ちょっと待って、それってさ、ヒロインの男の子と女の子が5人いるアニメの話じゃない？あ、そうそうそう、だからそうなの。で、うん、で、その女の子5人が、うん、5つ子、うん、5つ子なの。あ、そうなんだ。で、その一人の男の子が、うん、まあ、ある時家庭教師やれって言われて、うん、家庭教師に行ったところがその5つ子女の子の、うん、家なんだ。家、そう。へぇー、ちょっと待って、それって5人、5つ子ちゃんのとこに家庭教師行ったってことだよね。そうか、そう。よいしょ、続けて。その家庭教師に行くんだけど、でもその5つ子にめちゃくちゃ仲良しだから、うん、その5つ子の女の子たちはこいつが来たことによって、うん、不快な思いをするわけよ。え、なんでなんで邪魔されるんだって。私たち仲良し5つ子の邪魔されるこいつって。あ、はいはいはい。で、めっちゃ嫌われるんやけど、うん、まあ徐々に徐々に、うん、心を開いていって、うん、恋をしていくわけ、みんな。へぇ、あ、そうだって。それって5人の女の子が1人の家庭教師に恋する話だよね。お、そう、正解。うん、じゃあ続けて。でね、恋していくんだけど、でもこの実はその過去があるんです、うん、ちっちゃい頃にその男の子は京都行った時に、ね、ある女の子と一緒に遊んだ、うん、で、その女の子に片思いをしてるんで、はい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 、で、その女の子をずっと好きなの、うん、なるほどね、うん、ちょっと待って、それってその男の子が京都行った時に知り合った女の子にずっと片思いしてるんだよね。そう。あ、いいよ、すげえ。その女その女の子が誰かわからないの、うん、でも見た目はもう完全に、あ、この子なんだ。でもこの5つ子っていうのはみんな顔がそっくりなんだよ、うん、でも誰かわからない。あ、5分の1ってことね。そう、その中の誰かかもしれないってことなんだ。そう、で、自分の好きな人はこの5人の誰かかもしれないっていう話なんだよね。うん、で、それをちょっとストーリーを進めていったら、うん、他の女の子は結構風太郎君が好き、うん、風君が好き、風太郎が好き、君が好きってみんな性格もバラバラ、みんな頑張りっ子の子もいるし、うん、無邪気な子もいるし、なんか人思いの子もいるし、優しい子もいるしみたいな、で、いろんなストーリーをずっと続けられていくわけなんだけど、で、結局最終的に見た目も同じやから、花の姿をしたときに誰と結婚したかって分からへん。はい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 、はい、で、結局結婚しましたってなるけど、アニメが誰と結婚したかっても描かれてなくて、でも、あの時のあのちっちゃい女の子は実は私だったんだよ。あの時、この金を一緒に流せば結婚できるって言われたお金、金を一緒に流したのは私だったんだよみたいな伏線がいっぱいふわーってあるんやけど、アニメの中ではまだ誰と結婚したかっていうのは出てないんだ。出てないから。ってことはさ、うん、結局誰と結婚したか分からんってことだよね。そう、すげえな、うん、大丈夫、一回止めよう。聞き入っちゃって今の話が。じゃあ、いや、難しい。